夜食買いに行ったつもりなんですけど、なぜか食い物じゃないものを買ってくるっていうね。ということで早速やっていきましょうか。ということで本日開封していくものに関してはこちらでございます。ポケモンカードゲーム、本日いつだ、7月19日ですね、発売ステラミラクルということで、まさか発売日だとね知らずにですね、ちょうど夜食買いに行った矢先にですね、これが置いてあって、あ、今日だったのと思って、ということで食べ物買わずにこちらを買ってきましたね。いやーちょっと大きい出費ではありますけれども、まあ開けていきましょう。でもねこの箱に関してはねめちゃ欲しいカードがあるんですよね。まあ集めてる方だったらご存知かななんて思うんですけどね、あのカードでございます。タロちゃんでございます。タラちゃんじゃねえ、タロちゃんでございますね。はい、あのおかっぱ髪っていうのかな、 なんて言えばいいんだろう、あれ髪型の名前が何とも言えないんですけど、すげえ可愛いんだよね。あれ、これなんじゃもより好きだなってすごいね思ったキャラクターです。でもアニメとか見てないんで、どんなキャラクターでどんな性格なのかが全くわからないっていうね。これでね、めちゃくちゃクズいキャラクターだったら、あ、でもそれでも悪くないかもね。って言ってる場合じゃないや。ということで、じゃあとりあえず開けていきましょうか。じゃあちょっとこれね、後で飾るんで横から開けましょうかね。これペリペリで開けちゃうとさ、飾る時にね、なんかすごいなんか不格好になっちゃうんですよね。よし。ということで。で、ちなみにこのパックに関してはね、急いでね、ちらっとですね、まあ、相場とかは見た。のですが、目が行くところがね、もうタロしか行かなかったんで、それ以外のカードは若干ちょっとわからないですね。で、あと、ちなみになんですけど、まあ、夜食っていうこともあるので、まあ、今ね、収録してるのが大絶賛、もうそろそろもうね、外が明るく、もうなってんじゃないのかな。明るいね。うん。っていう時間でございます。ということで、今回もまた朝活か。ということで、僕は何時に寝てるんでしょうっていう話なんですけども、まあ、とりあえずやっていこうかなと思います。はい、ということで、じゃあ、早速開けてまいろうかなと思います。で、こっちが右列、こっちが左列だったよね、多分ね。まあまあ、別にいいか、その辺は気にせずね。やっていきましょう。まあ、今回は2パックずつ、開けていこうかなと思います。最近ね、ちょっとこのチャンネルに関してはね、あんまり更新ペースがすごいね、遅くてね、なかなかですね、ちょっと動画の方が撮れてないっていう状況ではありますけれどもね、一応ね、そうそう、動画用のものはいっぱい買ったのよ。買ったんだけど、なかなかね、そう、時間がなくてね、できてないっていう感じなんですけど、ガラスのラッパ。なんだこれ。ちょっと強いのかわかんないんですけども。いや、なかなかね、そう、でもね、動画は撮りたいっていうことで、ショートの方ではね、一応動画の方は上げてるんですよ。そう、いろんなもの、ウエハースとか、まあ、こういったポケモンカード、ワンピース、ドラゴンボールみたいな感じで、ショートでね、まあ、分けてやったりとか、まあ、そんな感じで、やっているわけなんですけども、こうやってね、一本の動画っていうとなかなかね、ちょっと難しいかなっていう感じなんですけども、まあ、時間が取れる時にはね、まあ、多分また深夜の開封部っていう謎のですね、タイトルつけてやるのかななんて思うんですけれども、本当にね最近マジでねやりたいことがねどんどん増えてくの、どんどん増えてくんでね、よしやろうって思うとね、まあそれは無理な話なんですけどね、時間が足りないんだよ。時間が足りないんだよね、そこがね。いやマジでね、そろそろ誰か手伝ってくれる人を探さなくちゃ。あ、なんてなんか見えてるんだけど、これさ、ねちょっと待ってね、これ見えるかな。エーススペックはもう分かった。で、ここが、これ多分ね、どうなんだろうな。まあ、エーススペック先に引くか。ちょっと行きましょうか。はい。偉大な大樹でございますね。はい。大樹ということで。で、その後なんだよね。これがね、いや、なんか怪しい気がするんだよな。もう、出落ちとかやめてよ。さすがに。いやー、まあ、テラスタルの可能性もあるからな、これは。あ、テラスタルだね。あ、よかったよかった。これマジで騙される。マジで。本当に騙される。あ、エースバーンなんだね。このキャラは、なんだっけ、なんかゲームの時にやりましたよ。クソ適当だな。そう、なんかやった。はい。ってことは、エーススペックがここで出るってことは、もうこっちの列出ないんじゃないのかな。なんかそんな感じするわ。じゃ、ちょっと一旦こっちにしましょうかね。
で今回に関してはね、このパックに関しては今後ね買います予定は今のところあんまりないんですよね。前段の変幻の、仮面しかりもそうなんですけど、うわまた来たんだけど、これはこれもでもなんかあれだね、ちょっと、ダブルレア臭いような感じもするけれども、よかったよかったよかった、はい、まあそうそうそう、なんでなんだっけ、もう忘れたんですけど、何話そうとしたっけ、待ってもう忘れたんだけど、やばいな、いやもうダメですね、もう本当に記憶がもう、まあいいや。でとりあえずこっちの列でもしですね、でもどうなんだろうね、2枚箱の可能性もなくもないかもしんないけど、でもあんまりそれね引くことないからな、あんま今回は期待はせずにやっていこうかなと思うんですけど、まあもしですね、とりあえず、まあ、こっちの方で、まあ、なんか出たら、こっちに関してはとりあえず、コレクションオア、壁に飾る用でやろうかなと思っております。そう今ね、まだ実行してないんですけど、そろそろ引っ越しをねしなくちゃなと思って、引っ越し先でねちょっとちゃんとしたあのコレクションルームっていうのを今作ろうかなって計画中で、それでやっぱ中途半端でやるのすごい嫌なんで、まあいろんなものですね、好きなものを集めて、まあ、今後動画だったりとか、まあ、そういうのでちょっとやっていきたいななんていうね計画をね、立てているわけなんですけれども、まあ、完成したらね、まあ、動画でお披露目できればなと思いますけど、お可愛い魔法見る魔法見る、おー来たね、はい、コレクション行きでございますね。まあそんな感じでやっていければなと思います。そう最近ほんと欲しいものがさ、もうめちゃくちゃ出てくるのよ。もう全然ポケモン関係ないんですけど、僕の小学校の頃のね、思い出であるドラゴンクエストモンスターバトルロードのカードとかも最近ちょっとねちょこちょこですね、ちょっと買い集めるようになってね、その動画もね多分ね近々上がるかな。あれもう完全にねもう酔っ払った状態で撮ってるんで、ちょっとあれ動画になるのかわかんないんですけど、まあもし、大丈夫そうだったらちょっと、載せようかなと思うんですけど、 それについてなんか熱く語ってたんでねまあそんな感じでね、そういうのもやろうかなと、まあ好きなものをとりあえずこのチャンネルではお伝えしていくっていう形で、やっていければなと思います。まあもちろんポケモンカードしかり、あとはワンピースとか、あとはまあでもね物によってはさ買えないものもあるからね、あの転売ヤーのさせいでさ、なんかねこの段開けたいのにもうプレネでしか買えないみたいなとかも、そういうのはもうちょっと無理なんですけど、それ以外で自分がねお店に行って買えそうなものがあったら、買って開封動画っていう感じでやっていこうかなと思います。でちなみにですね、一応ポケモンカードに関しては全くルールが分かってない状態で開けているんで、もう完全にもう僕はもうコレクション専門ですねまあもし周りでねやってくれる方がいれば、もしかしたらその辺はちょっとプレイヤーになる可能性もなきにしも、うわーおー、もうこれ来ないでしょ、これこの光り方ってことは、あでもどうなんだろうね、いやでもないか、これ UR でしょ、うわーマジか、いやーもうだって金色のタロなんかないもんね、いやマジか、じゃあ見ていきましょうか、いやー何でしょうか。さあ道具、勇気のお守りでございます。わかんねえ、ポケモンの道具は自分の番に何枚でも、自分のポケモンにつけられる、ポケモン1匹につき1枚だけつけられ、つけたままにする、このカードをつけている種ポケモンの最大 HP はプラス50される。これは大きいのかどうなのかということで、うわこれ出ちゃうってことはさ、もうやっぱりないんじゃないかな。今までの傾向としてはね、もうこれが出ちゃうと、まあある程度の確率でねもう一枚 SR が来るみたいなね、そういうのもあるんだけど、まあないよねさすがにね。いやータロちゃんは拝めないか。でもまあ今段も割と結構買えそうだと思うんで、まあねまた買えるときにちょっと開封動画、随時、お来た、ブリジュラスですね、やっていければなと思います。ちょっとあのカードもほんと欲しい、マジで。なんか最初ね X の文字でさ、なんかジェスチャーしてたんですけど、元ネタ全く分からなくて、なんで X ジャパンのポーズしてるんだろうみたいななんかそれぐらいのあれだったんで、実際何だったんだろうなみたいな感じだったんですけど、じゃあまあ何もねえないよね、はい、ということで、じゃあ残りパックは、コレクションにしようかなと思います。ちょうどね1パックは確実にですね、そうクリスタルのなんだっけフルプロテクトのあのパックケースに突っ込んで、で残りのパックに関してはですね、ちょっと壁に飾るっていう感じで。
やろうかななんて思っているんで、わかんない、気が向いたら開けちゃうかもしんないんですけども、まあそんな感じでございました。ということで、今回ステラミラクル、1ボックスでございますね。開封結果としては、まあ欲しかったタロちゃんは来なかった、そして、AR が1枚しか来なかったね。ワンチャンこんなくらい1枚くらい出てくるんじゃないですかね。うん、でもね、多分ね、トップレアとか、まあもう UR 来ちゃったし、SS ペックも来たんで、まあ SR とかは多分もう出ないんじゃないのかなと思うんで、まあとりあえずこんな感じで、今回終わりにしようかなと思います。ということで、ちょっと眠いんだか眠くないんだかよくわかんない状態で、ちょっとこの後、動画編集してアップして寝ようかなと思います。おやすみ。